流生き物チャンネル。はい、皆さんこんにちは、流生き物チャンネルです。なかなかね、うちの方はね、凍ったりしませんね、お水の方。前も言ったように、私のところ以外は皆さん凍ってるというお話で、まあ最近ちょっとでも暖かいからどこも凍ってないんかな。まあね、凍らん方がいいと思いますんでね、私にとってはラッキーな、まだ時期といいますか、温度といいますか、水温といいますか、そんな感じですね。本日もね、頑張ってもう年末行ってまいりたいと思います。寒いですけど元気よく行ってまいりたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツメダカー。本日はですね、以前ですね、ちょっと私も室内飼育が最近と言いますか、もともとそんなにようやってなかったので不安ですっていうことを言いました。そしてその不安の材料っていうのは、やはりちょっと細くなってきてるかなと。まあね、外飼育の場合はもちろん細くなってきてはいてるんでしょうけど、静かにそーっとじっとしてくれてるんで、なかなかね、私たちも見る機会がないので気にならないんですけども、どうしても室内飼育っていうのは毎日のように水槽を見てしまうわけで、その水槽を見た瞬間にメダカの動きっていうのはバチバチバチっとこうスピードを上げてあちこち駆けずり回ると言いますかね、それでまた起こしてしまってるんじゃないかっていう不安もありまして、怖いなというイメージがありましたんで、青水グリーンウォーターにすることにしましたということでお話しさせてもらいました。そしてそのグリーンウォーターがね、もう早くもやっぱり私ところの場所もあるんですかね、窓際という場所もあって、どんどんグリーンウォーターになっていってくれてるので、その状況をちょっと見ていただきたいなと、今ちょうど入れてるところではあるんですけども、ちょっと見ていっていただきたいなと思っております。それではまずですね、第一飼育場の方ですね、入れて3日4日目ですね、で水温は 10.8 度、ね、4日でこれぐらいグリーンになるんですよね、未だに。まあある意味ありがたいことです。ただね、見えないとか病気がわからんというこの欠点はあるんですが、メダカさんたちにはそっちの方がいいかなと思うところはあります。こうしてこの第3の飼育場、これもですね、電気の照らしているところ、 LED、 こっちは LED なんですけど、 LED で照らしているところはやはりグリーンウォーターがきついんですよね。これね、室内の中で車庫の中なんですよね。それでもやっぱりグリーンウォーターがきついですね。でだんだん薄くなっていくという、まあこの辺はグリーンウォーターするためにグリーンウォーターの液といいますか、グリーンウォーターを入れました。まあ、それに反映してくれて、どんどんグリーンウォーターになっていってる途中でございます。やっぱりね、ちょっと安心感がありますよ。まあ私だけかもわからないですけどね、そこは。これは UVB ライトなんで、まあこれはメダカのためにということでやっております。こちらもですね、第2の飼育場なんですけど、これはね、黒の桶なんでグリーンウォーターが見にくいところなんですが、まあ以前の動画も見ていただいたようにグリーンウォーター入れてます。若干ね、グリーンに見えてるとこあるでしょうか。この辺もね、水温はだいたい10度ちょい、10度前後、朝でね、今から映るかな、あ、まあ映れへんかってもあれなんですけど、まあ環境としてはね、そんなに悪くない環境だと思います。これね、雨降ってるでしょう、電気落ちてきたら悪いなと思って、ライトがね一応防御してます。見えますかね、稚魚たち。まあほぼ見えないですね。まあちょっとこれでね、少しの不安、メリークリスマス少しのね不安も解消できるかなと。グリーンウォーターの方ね、まあこのまま続けていきたいと思います。ビュー生き物チャンネル。第3の飼育場にストーブ投入。ほら20度ぐらいになってるでしょ。ここまで来るとね、みんな元気にね。でまあまあちょっといやらしい話ですけど、ヒーター代もねちょっとでも安なるかなと思っております。さすがにね、夜中はちょっと用つけないんですけど、夜中はまあね、電気代も安なるんですかね。そういうことで電気代の節約のために、朝から朝7時から夜の9時まではつけてます。そっからはもう自力でね、余熱もあると思いますんで、またヒーターが動き出すという感じで進めてまいりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったかなと思われた方は、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、正月までにもう一回あるかな。次回までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。